ひなチャンネル。今回はヴィンランドサガシーズン2 18話感想ね。ついにやってきました。皆さんがお待ちしていたクヌートです。サイコロ頭が一緒にいるわね。フローキナ、サイコロなのは間違ってないけどな。クヌートは本当は抵抗せずに農場を渡してもらいたいんだよな。それで抵抗してくるのか聞いてきたのね。奪わなくてはいけない状況だから仕方なしで言ってるのがわかるよな。税金の強制徴収よね。クヌートが目指してることに金が必要なんだよ。だからって強制はダメでしょう。ケティルさん一行は農場へ戻ってきたな。ケティルさんが干物になってる。クヌートから逃げてきただけで心身ともにボロボロよ。しかもこれから農場へやってくるんだしな。絶望しかないよね。慰めてもらいたくてアルネイズさんを探し始めたな。ボロボロの男は女に優しさを求めるよね。なんだ、経験でもあるんか。こういう都合のいいやついるわ。弱ってる時に求めてくるやつはおるよな。レイフさんが頭に指を当てるシーンだけど、原作では本当にトルフィンがいるのか不安がっているんだよな。それに気づいたギョロがフォローしてんだよな。意外といいやつじゃないの。ギリでもレイフさんは父親だしな。親の考えを分かってんだよな。それからトルフィンとエイナルの会話になるが、トルフィンに暴力を振るわせてしまったことを謝っていたな。暴力をせず誰も傷つけず他のやり方を模索したいと言ってたよな。あの状態でそんなことできたのかな。暴力は最後の手段なんだよ。これは2期クライマックスの伏線にもなるな。そうなん、伏線の会話だったの。相変わらずしれって伏線入ってくるよね。派手な伏線じゃすぐにバレるじゃねえか。あれって伏線だったのぐらいが面白いんよ。あんたがバラしたけどね。確かにそうやわ。次はアルネイズさんの逃亡を知ったケティルさんね。可愛さ余って憎さ100倍ってやつよな。しかもクヌートが攻めてくることでストレスが溜まって八つ当たりの対象になっちゃったよね。子供に棒叩きをためらっていたのにアルネイズさんに対し迷いなく棒で叩いたもんな。赤ちゃんの話を聞いても止まらなかったよね。ここで14話に大旦那が話した過去シーンが流れてきたな。信じていた女性が他の男に取られてしまい、これを思い出し恨みの矛先までアルネイズさんへ来ちゃったな。いやこれさ、ケティルが悪いでしょ。元カノを寝取られた恨みをアルネイズさんに当たってんでしょ。筋違いやん。単なる DV はやめて。まさにその通りよな。罰を超えて憎しみをぶつけてる感じになってアルネイズさんは被害者になってるよな。ケビさんが止めてくれなきゃ危うかったよ。いい人だったケティルとは別人じゃないの。そしてケティルさんの息よ、怒りが口から出てきてるわ。口から出てくるだけマシよ。止めたのがヘビさんじゃなかったらその人まで叩かれていたかもだよな。マジでヘビさんナイスプレーよ。レイフさんがトルフィンだけでなくエイナルとアルネイズさんも譲ってほしいと言ったけどアルネイズさんは断られたな。いろんな気持ちが複雑に絡んでるんだろうね。好きな気持ちと自分を裏切った気持ち、そしてクヌートが攻めてくるやり場のない気持ちよね。トルフィンは暴力を最後の手段とし別の新たな最初の手段を選べるようになりたいと言ってたが、ケティルは怒りに任せて最初の手段として暴力を使ってしまったな。対照的な2人になっちゃったね。そんな感情で DV されたアルネイズさんは本当にかわいそうだよな。意識がないまま寝たきりになっちゃってエイナルは不安で仕方ない顔だよ。いやいや、エイナルだけじゃなくて私も不安よ。視聴者全員が心配しているはずだって。美人だし料理もできるしいい女性よな。男なら嫁にしたいランキング1位やろ。私でも嫁にしたいもんね。むしろ一家に一人欲しいぐらいだわ。最高の家政婦さんになりそうだよな。最後にケティルさんが宝箱に保管していた武器を取り出して終わったな。剣に何か文字が書いてたよね。何あれ。あれは VLFBERH と書いてんだよ。なんて読むのよ。ウルフバート、いやウルフバルトと呼ぶらしいな。それでこれは何なの。当時のバイキングの刀剣に見られる名文らしいぞ。鋼塚蛍さんみたいに作った人の名前が書かれてるってこと。そのあたりは明確に分かっていないけど、いわゆるメーカー名みたいな感じっぽいぞ。ナイキとかアディダスみたいなやつ。剣商の名前もしくは制作者グループの名前の可能性があり、それが弟子たちや一族に引き継がれた説が有力らしいぞ。ブリヂストンの石橋さんみたいなやつか。詳しくは知らないけど石橋一族みたいな感じなんかな。それでさ、このメーカーは普通の剣とどう違うの。どうやら炭素の量が普通の剣より多いらしく折れにくかったらしいな。要するにこの時代の高級剣ってことよね。そんなにいい剣を持ってたの。何をする気だったのやら。なんとか鑑定団に出したらいいねがつくかもな。それ何でも鑑定団ね。読み方似てるからええやろ。そんなわけで今回の感想はここまでで、みんなの反応に入ります。はいよ。それではみんなの反応どうぞ。そろそろ本当に辛い展開が続く。クヌートが来てしまった。嵐が去って台風が来た。
本当の地獄の開幕だ。せいかそいやだいぶ見た目変わってたわ。四角いおっさんいつ見ても四角いな。風呂着も着てるのかよ。相変わらず風呂着四角いな。やめてくぬーと陛下来ないで。おじさん相変わらず四角いな。陛下やっぱり赤が似合う。鉄拳のケテルは別人だからね。ゆっくりパッパ来たー。イマジナリー生首父上。ゆっくり王は黙っててう。相変わらず呪いの首いる。ゆっくり戦王勘弁してくれ。ストライク。ひでゆ。ダルボーリング。後のボーリングである。ダルの中に入ってました。人間ボーリングやめろ。おっさん入ってた。いや土産じゃないだろう。お父さんになんてことを。ケテルさんただでさえ気苦労多いのに入っちゃうよ。トールギルさん嬉しそう。この状況、マジでトールギルだけが頼り。なんでこんなにテンション高いの。マジで豪快すぎるだろ。戦のやり方覚える前に死んじゃわない。弟。やりたがってた戦争。やりたがってた時期もありました。兄ちゃんマジバーサーカー。兄ちゃんバーサーカーすぎんよ。ケテルさんしっかりしてくれ。そのアルネイズさんはな。その名前を口にするの、現実逃避ですね。ついにレイフのおっちゃんと会えるか。まあ本物なんだけど。トルフィンもどきゅう。それを自分で言っちゃうのか。ガルザルの一件で客人は戦力半減だ。トルフィン借り出されるのかな。貴重だろうけど、弱々だったよね。でも旦那はアルネイズさんを可愛がってるし、そんなにひどいことはしないよな。フラグやめてくれよ。フラグを立てるなエイナル。罰意味深やろな。お前自分の身も危ないと思うよ。アルネイズさんの罰がどうこう言ってる場合じゃない。そういえばエイナルは全力疾走してたのか。確かそのお腹の子の存在を、アルネイズはケテルにまだ話してないんだっけ。予告のケテルの表情怖かった。嫌な予感しかしなくて。頭悪くないよ。地頭いいよ。ガルザルが化け物すぎた。なるほど、だから最初の手段ね。考えてるなトルフィン。アルネイズが、ないネイズ。顔がすごいことに。やっぱ捕まってましたか。手引きしたというわけでもないような。奥様も両家のお嬢さんだったんだろうな。ケテルの精神が限界。逃亡にしか反応してない。農場もアルネイズさんも奪われ離れていく。レイフのおっちゃん、すぐそこやで。レイフのおっちゃんと合わせてあげて。レイフさんタイミングが悪い。どこまでも間が悪い。あともう少しで会えそうで会えない。パテールさんとかいう偶然、アルネイズも買わせるのか。パテールさんという農場編の聖人。エイナルとアルネイズさんも抱き合わせで。パテールさんマジで人格者すぎる。パテールさん本当に良い人。アルネイズは生きてるのか。シリオパンパンは3回じゃ済まんだろ。そんな簡単にアルネイズさんを旦那様が許すわけない。それぐらいじゃなきゃ浮かばれない。そんなに仲間思いだったか。わあ何か起こってそう。旦那様お子だよやばー。ベルト外そうとしてたのか。これやべえやつだ。鉄拳炸裂。女殴る男来たー。ボーアーカン。さすがにメンタル破壊されたか旦那。普段温厚な人ほど怒ると怖いってね。死なす気満々。ねえお子さんいるって言ってない言ってないの。お腹の子が。これで終わると思ったんだよな。誰の子だ。じゃないよ、なんだよ旦那様。泣いてる。偶性が NTR で壊れちゃった。身重に折棺はあかんあかん。せめてあっちに行く前に行ってれば。子供さえ裏切られたもんな。実況する隙のない地獄なんですが。鉄拳ケテル、嘘が誠になってしまったか。過去のトラウマがここで。ヘビさんほんと理性的だわ。ヘビさんかっこよすぎない？アルネイズこれで生き延びても、子供は流れてしまっただろうな。ケテルさん、冷静になった後でますます落ち込みそうだな。約束を守るレイフさん。おっちゃんよくそのタイミングで。ただしアルネイズてめえはダメだ。奴隷待遇3人だけだったんか。アルネイズはまだ使える。いるんだよ、だから殴るんだ。エイナルもエイナルで脳破壊されそう。もうレイフとトルフィン合ってる。トルフィンとレイフさんの再会イベントすっ飛ばされてるが。そやち出てたからそうなるわな。過酷な運命としか言いようが、これはもう無理かな。感動の再会カットなのに、トルフィンとレイフの再会のシーンとかないんだ。エイナル、君が正しいと思った行動の結末だ。無謀すぎる。アルネイズ生きててよかった。これは鉄拳ケテルだから剣引っ張り出したら、鉄拳のケテルじゃないんだって。今一番というか唯一楽しそうな人。全てが最悪の流れになってしまって、ケテルさんのやる気スイッチが入ってしまった。ケテル覚醒。でもそれがいい方向に向くかというと、成人だったケテルがいろいろ壊れてしまって。みんなの反応はここまでです。言われてみたら再会シーンなかったわね。原作ではどうだったの？アニメと同じでいつの間にか再会してたぞ。まあトルフィンたちが解放された瞬間にアルネイズさんのことが気になって、挨拶の前に案内頼んだんじゃねえのか。ついに出会えたなトルフィン。そんなことよりアルネイズさんは知らないか。さっき DV にやっていたな。おっちゃん案内してくれ。多分そんな感じだと思うよ。さて次回は覚醒したケティル対クヌート軍隊、一
引き続き楽しみですね。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも良かったと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくね。